今日の第14ステージあと残り50キロというところに差し掛かってまいりました。現在映っておりますのは第2集団、インディラインを含む第2集団をカメラが捉えております。現在この集団の前に5人の選手が飛び出しておりまして、ZG のペリーニ、ファレシン、そして彼らのマリオ・キエーザ、そしてオンセのヨハン・ブリュイネル、そしてフェスティナのパスカル・リノド、この5人の選手が飛び出して現在12分近い差をこの第2集団につけております。それを追うというこの集団でありますが、中野さん、はい、ここまでの展開ではですね、はい、バネストがずっとこの第2集団を支配しておりまして、はい、あまりペースを上げてきませんでしたね。そうですね、比較的、ゆっくりとしたペースで、はい、まあ、前を一生懸命追うっていう感じではないですね。また13分12秒とその差がまた開いていきます。はい、ちょっと開きましたね。徐々にしかし福井さん、はい、カストラマの選手であるとか、あるいはガンの選手であるとか、こういったところ来てますね。そうですね、先ほどまではもう完全にバネストチームが集団の先端、前の方に出ましてね、はい、コントロールしてたんですけれども、ここに来ましてそろキャストラマ、はい、ガン、そういったチームが混じってきましたね。ということはこれから若干ペースは上がってくるというふうに考えていいんでしょうか。そうですね、コントロール力が薄れてきて、この後おそらくスプリンターを抱えるようなチームが、はい、前の方に出て、はい、で集団のスピードを上げてくるという形になってくると思います。そうですか、はいはい。まあ、中野さん、そういうことになりますとランプレ、あるいはテレコム、はい、ね、こういったところになります ね。 そうですね。あるいは音声、ジャラベールを抱えている音声、はい、やはり、スプリント、マイオベールを狙っている選手がいるチームがですね、はい、どうしても、ペースを上げて、前の集団に追いつこうとしますからね。タイム差の方も10分45秒までちょっと縮まってきましたね。あ、そうですか、はい、先ほど13分と出てましたが、その後かなりペース上がってますね。10分45秒差まで縮まってきました。やはり、他のチームが入ってまいりましたので、ペースが後方集団、この第2集団は上がってきております。中野さん、現在ね、はい、前にいるチームが ZG、カレラ、オンセ、フェスティナ、こういったところなんですが、この辺はスプリンターを抱えてませんよね。そうですね、もう完全に今日のステージ優勝を、はい、一発狙ってやろうかなっていう感じで、飛び出した、はい、メンバーだと思いますね。まあ、この段階ではその逃げがうまくはまっている、まあ、これはバネストがですね、ペースを上げない、これはインデュラインのためということになりますけれども、そうですね、そのと利害が非常にうまく一致した差になっているという感じですね。まあ、インデュラインとしてはもう、今日あたり、アルプスを越えてね、はい、ピレネーまでの3日間、はい、少し休んで、体力を取り戻したいと、はい、いうようなやっぱり気持ちがありますんで、そんなに無理してペースを上げることもないなと、はい、で、前に逃げてる、5人の選手というのは、うん、まあ、直接インデュラインの前上に関係している選手がいませんから。そうなんですね、まあ、はい、行きたければ行っていいよぐらいの感じではないんではないですかね。まあ、前に行っているこの5人の選手の中ではですね、一番順位的に、インデュラインに近いのはヨハン・ブリュイネル、オンセの選手でありますが、この52番のピンクのジャージを着ていたブリュイネル、これが通算26位で、それでもインデュラインとは30分36秒の差がこのステージの前の段階でありました。まあ、これを縮めるのが何分になるか分かりませんが、まあ、インデュラインにとってみれば別段関係がないと。そうですね、はい、ですから、まあ、明日からのピレネに備えて、はい、ちょっと、楽に、レースを終えたいなと、はい、いうことだと思いますね。まあ、それを、はい、そのバネストチームの他の選手が、はい、手伝っているというような状況だったですね。バネストもまだ脱落者が少ないですからね、1人しか脱落してないですから、はい、そのあたりの集団のコントロールはこの、まあ、インディラインを含めた8人の選手が非常にうまくできることになります。さあ、そしてこちらはとにかく今日のステージ優勝にかける5人の選手たちであります。まあ、うまくいけばロスチオーリのような中野さんね、はい、感じになればというところですがね。まあ、一昨日のね、ロスチオーリ210何キロ逃げましたね。まあ、ステージ初優勝、はい、まあ、今までにプロになって優勝というのは1回もない選手ですから、すごいことですよね。まあ、非常に喜んでましたけれども、はい、まあ、たまたまそういうこともあると、やはりみんなこの辺りで、はい、このインデュライン、とかその他の上位の選手がですね、はい、ちょっと休みたいなという時に、一発、なんとかこう名前を売りたいとか、そういう時に優勝を飾りたいという選手が積極的に仕掛けていると、はい、いうことですね。そうですね。さあ、こちらの方は上りに入っておりまして、この後カテゴリー4のエクストレム峠があります。このエクストレム峠は斜度が 3% と言いますから、まあ、それほどきつい峠ではありませんけれども、このカテゴリー4の峠を越えますと若干下って、そしてその後にスプリントポイントということになるわけであります。
さあこの 3% の坂を登っていく5人の選手、まあ、福井さん、はい、現在はですねアブドジャパロフが、リードしているスプリント勝負なんですが、その他のですねジャラベールであるとかそういった選手たちがこの辺りでちょっと仕掛けてですねもっとアブドジャパロフよりも前の方に位置したいというこういうことはまだ考えられないですかこの段階では。いや取り返しはしたいと思いますけれども、もう一通りこれで次のスプリント地点がすぐ目の前ですからね。そうなんですよね。狙えるところといいますと今度ゴールになりますから、はい、その面でもやっぱりゴール勝負に持ち込んで、はい、なんとかこの5人を吸収して、はい、で最後のゴールスプリントにかかっているポイントを稼ぐという形になるんじゃないでしょうかね、はい、とりあえず途中のスプリントポイントはまずはよしと、はい、最後の大きなゴールポイントの方をと言いますかもうとにかくこのスプリントポイントはもう、もうしょうがないですもんね、この後ね、この後はもう下りですからね、はい、もうその後のゴールポイントでということで、はい、この辺りは動きはもうちょっと後にして、そうですね、ということですか、はい、さあ坂を登っていきました、このエクストレム峠、さあここから下りに入っていこうという選手たちであります。この後坂を下っていきますとスプリントポイントということになるわけであります。さあ一気にペースが上がっていきます。ちょっと41番のパスカル・リノが後方からでありますが一服入れて、そしてこの周りは車で埋め尽くされておりますが、この坂を下っていきます。さあそしてこれが第2集団でありますが、まだ後方の集団先ほどと比べますとかなり10分45秒というのが最新の差でありますが、かなり縮まってまいりました。さあしかしこの後また、まあ、中野さん最初は下っているからどんどんまた広がってきますね、はい、これね。そうですね、しばらくは、まあまあ、どちらにしましても、スプリントポイント前後ぐらいから、はい、まあ、前を追わないと追いつきませんの で、 そ, うです、ね、その辺りから、ランプレとかテレコムの選手あたりが、はい、追いかけ始めるのではないかと思いますけどね、はい。まあ、整理したいたしますと、ランプレというチームには、ディアモリ・ディーネ、アブド・ジャパロフ、現在マイオベールを着ている選手でありますが、このアブド・ジャパロフがランプレにいます。そしてテレコムにはオラフ・ルードビヒというスプリンターがいます。そして、ピンクのジャージを着ておりますオンセ、こちらにはローラン・ジャラベール、こういったスプリンターたちがいるわけであります。現在はアブド・ジャパロフ、そしてルードビヒ、ジャラベール、この3人が 1,2,3 番手。マイオベールは現在アブド・ジャパロフでありますが、まあ、昨日もそうでしたがゴールスプリント、今日も最後のゴール地点がかなり道幅狭いんですね。そうですね、まあ、非常に危険といえば危険なんですけどね、はい、ブリューネル、キエーザー、そしてタラジンと、この順番で最後の山岳ポイントを過ぎていきました。そのやっぱり危険だということで、はい、昨日の場合ですね、はいはい、1人スキアンドリーが車高で最下位に、ね、落とされてしまいました。ポイントをやっぱ取り消されてしまったということありますけども、やはり最初ちょっとお話ししましたが、ちょっとかわいそうだね。そうですね、やっぱりこれだけの集団でね、はい、ゴールしますと当然そのまっすぐ走らないと事故っていうのは当然起きるわけですよね、はいはい、で後方からみんな寄ってきますから、はい、ゴール目指してきますから、1人落車しますと、結構大きな事故につながるということも当然ありますね、はい、まあ、その辺を厳しく、はい、やはりその規制するために、はい、そういう罰則といいますかね、ペナルティを、設けてあるんだと思いますけどね。そうですね。さあちょっとジャンニー・ブーニョが後ろの方を気にしております。アルカンシェルを着ております。このジャンニー・ブーニョがちょっと後ろの方を着て、これはサポートカーを待ってますね、はいはい、さあここでサポートカーと並走という形になりましたが、スタンガ監督と何かこれは話をしているブーニョですが、さあ一体これは今の状況を把握しようという福井さんのところなんでしょうかね。そうちょっと予想が難しいですが、特に作戦を受けなきゃならないような、ね、形ではないですか、ね、そうですね、はい、さあこのブーニョも中野さん、ちょっとファンにとってみれば、何か期待外れの、ね、形になってしまいました ね、 特に前半ですね、はい、タイムトライアル、それからもう唯一のステージでもですね、はい、積極的に攻撃的にですね、はい、非常に動きが良かったんですよ、まあ、それを見て今年の分には違うなという雰囲気がありましたんでね、はい、アルプスに入っての その一気の遅れといいますかね、そうですね、なんか不甲斐ないといいますか、なんかもう本当に考えられないような遅れを見せ始めた時に、今年の分にはどうしてしまったのかと、本当ですね、まあ、これ関係者も不安も、はい、ほとんどの方がまあ今、不思議に思ってることだと思いますね。そうですね、
数々の栄光を手にしたブーニョ、黄金のジャージを手に入れるためにやってきたわけでありますが、しかしながら今回は非常に苦しい展開になっております。こちらは第一集団、依然としてリードは10分以上あります。依然としてこの集団を引っ張っております。さあ5人のこの下り坂でのスピード、このスピード感も相当なもの、これもツールの醍醐味の一つであります。さあおそらくこのインデュラインの視界、今いましたね、マイオグランペールが見えました。ロミンゲルがやはりインデュラインの後方、インデュラインのマイオジョームを見ながらレースを進めています。拍手で送るこの沿道の人の姿も見えましたが、さあ少し上りに入りました。インデュライン黄色いジャージが動いています。この後ろにロミンゲル、どうやら中野さん、ロミンゲルも勝負は今15分10秒差、勝負はやはりピレネーと見てるようですね。そうですね、まあ、ここで仮にその、ロミンゲルが仕掛けましたもんね、はい、この昨日のレースがそうだったんですが、はい、まあ、ゴール前にね、仕掛けましたけども、はい、すぐにインデュラインに追いつけられてしまう、そうですよね、パターンですから、はい、まあ、今日行ってもおそらくそういう形になると思ってるでしょうから、あ、はいはい、まあ、とりあえず今日は、本人ロイミンゲル自身も、ちょっと休養しておいて、明日から勝負ということじゃないですかね。同じことはおそらくキアプッチあたりも考えているのではないかと思いますが、かなりキアプッチの言葉にも強気のコメントが増えてまいりました。ピレネーを見ていてくれ、あるいは僕のことをもうすぐみんなが話題にする日がやってくるんだと、あるいは同僚ロスチオリはクラウディオキアプッチはまだ死んではいないんだと、こういうコメントがこのところのインタビューで数多く聞かれるようになってまいりました。あるいはキアプッチの最後の犯行がこの後のピレネーであるんでしょうか。そのピレネーを前にしたこの平坦でのステージ、ここは今日はスプリンターたちにとっての活躍の場、今日はおそらくキアプッチあるいはロミンゲル、そしてインディラインはこのままステージを消化するだけという形になりそうでありますが、しかしスプリンターたちのしのぎを削る最後の争いがこの狭いゴール地点で起こるということになります。昨日も本当に身の毛がよだつようなすごいスプリント勝負を見せたわけでありますが、今日もこのパターンでいきますと、まず第一集団のスプリント勝負があって、そしてこの後続集団の中からあるいはアブドジャパロフ、あるいはジャバレール、そして、ルドイキですね、この3人の選手のあるいは戦いがこの第二集団の中でね、おそらく出てくることと思います。まあ、おそらく見られると思いますね。でしょうね、はい。さあ手を挙げました、彼ら52番のブリューネルですが、後続のサポートカーをどうやら呼んでいるようです。さあこれは何があったんでしょうか。ややこの前方の集団から距離を置きまして、後続からサポートカー来るのを待っておりますが、さあ何が起こった、ブリューネル予判であります。さあ後ろを見つめています。あ、水分がなくなった、水を補給に行きます。先ほどから水を補給する場面が各選手で見られておりますが、今日はかなり暑いね、日差しがずっと続いていたんですけれども、はい、ちょっと天気が怪しくなってきましたよね。そうですね、まあ、ここに僕たちいる分にはね、非常に過ごしやすくなってきましたけど、ね、はい、まあ、走ってる選手はですね、はい、大変なんですが、はい、ちょっとなんて言うんでしょうね、選手たちにとってはちょっと湿度が高いんで蒸し暑いという部分がねあるかもしれませんが、はい、どうも明日のピレネーはあるいは雨じゃなかろうかというね、そういう予報もありますし、予報もあるんですよね。さあそうなりますと何か大きなアクシデントが起こらなければいいというふうな気がするんですけれども、さあ下りに入ってかなりペースが各選手上がってまいりました。水分を補給したオンスのブリューネルもこの後続につきます。再び集団が5人になります。先ほど補給した水分を取りました。前には ZG パレシンペリーニ、ややパレシンがリードしているか、パレシンがややリードしています。さあそれを追います。ちょっとパレシンが抜け出しかかったところでブリューネルが行く、ブリューネルが潰しに行く。さあそれを追う同じ ZG のペリーニ、さらにその後ろからキエザという、こういう状態であります。キエザとそしてパスカルリノがやや後方であります。ちょっとこの3人が差をつけ始めましたが、さあこのままペースをこの3人が上げていくか。今後方で13番のキエザはリノの後ろで今足を溜めている状態であります。この後ろの2人は前がリノ、そして後ろが彼らのキエザ。さあ前に行ったのはペリーニ、ファレシン、そしてブリーネルであります。あ、再びこの5人の形になります。ちょっと一瞬
まあ、軽い長野さん牽制といいますか。そうですね、まあ、ちょっとスピード上げてきましたかね。やはり、このままゴール勝負になるよりは、まあ、この辺りで行けるなら行ってみようかなというような、揺さぶりだと思いますけどね。そうですね。さあインディラインはとにかく余計なアクシデントに巻き込まれさえしなければいいという、まあ、考え方で言ってると思いますが、昨日もあのゴールスプリントの時にはスーッと後ろに下げましてね、はい、そしてちょっと横の方にそれて、まあ、何が起こっても大丈夫なところにね、ちゃんとね、いますね、この選手は。さあ下りに入りますバネスト軍団です。前に5人がいます。入れ替わり立ち替わり、これは先頭交代をしながらペースを一定に保ちながらインズラインの楽なペース作りに、まあ、今尽力しているというそういう状況であります。さあ下りに入りました。ミゲールインディラインであります。黄色いマイオジョーヌが見え隠れしています。その後ろにロミンゲル、あるいはキアプッチ、おそらくさなく続いているものと思われます。バイクのカメラでのこの迫力ある下りへの映像であります。さあそしてこちらの方、第一集団は町の方に入ってまいりました。第一集団は街中いっぱいに詰めかけました。この歓声を受けながら選手たちは間もなくとそろそろ最後の勝負どころというところになるのかもしれません。さあ現在のポイントを下の図で表示していきます。現在 198.5キロ、 198.5 キロのポジションまで行きました。あと残りそうですね25キロ少々というところであります。 25.5 キロという残りの距離になりました。まあ、福井さん、こうやって考えてみますと、はい、おそらくこの後の20キロというのは相手の動きを見ながらこういうアタックの応酬になりますでしょうかね。やはりそうですね、お互いの選手が逃げるチャンスをやってるんですね、このチャンスというのがなかなかこの我々一般の人間にとってみると分かりにくいんですが、タイミングの問題なんですよね、つまり最初に踏み出した時にどれだけ一気に差をつけられるかというのはかなり大きく左右してきますから、ですからその点で考えますとこの ZG のチーム2人いますよね、パレシン、ペリーニ、これが組んでその後ろの選手に対してですね、飛び出した瞬間に差を差がつくような形に持っていきやすいんで、はい、試合展開は他の選手よりは楽ですね。彼ら音声フェスタナという、はい、あとは1人ずつの、選手がいるわけでありまして、 ZG のファレシン、ペリーニ、この2人だけが何かこう2人で考えながらいろんな手を使うことができるということでありますけれども、さあそのあたりのこの5人の駆け引き、まさにいわゆるツールというね、自転車競技の駆け引きというね、頭の考え方になりますが、さあ41番これがパスカル・リノであります。決してあの選手はリノだけ。そしてこの音声52番のヨハン・ブリューネル、これも1人だけ。そして13番マリオ・キエーザー、彼らチームも1人だけ。さあ ZG のサポートカーも来ています。 ZG のサポートカー、ミオッツォ監督でありましょうか。今ずっとペリーニに何か、あ、余裕ですね、ペリーニに対しまして何か策を授けたか。さあもう1回行きます、もう1回行きます。ミオット監督、64番のファレシンに何か話しかけておりますが、この話がね聞こえるといいんですが、まあ、今の場合は間違いなく何か作戦を言ってると思うんです。そうなんでしょうね。パターンとしてはどういう形の作戦っていうのがあるんですか、こういう5人での中で2人いる。いや、ですから彼らの場合は2人いるっていうところを、この利点を生かして、どういう抜け出し方が考えられましょう。ですから、他の選手の前に1人の選手がいた場合に、はい、こう先頭交代のローテーションもありますね。そうですね。その中で、はい、そのうちのどちらか一方が飛び出したときに、もう一方が先頭のに立つような形になる、はい、そういったところをうまくこう利用したりしますと、こうパッといったときに他の選手が追いにくい形に持っていくことができますね。あ、フェスティナの選手行きましたね。41番のリノの方が先に行きましたね。はい、リノなんかも一回逃げが決まればね、かなり、はい、スピードのある選手ですから。あ、そうですか。はい、逃げられるチャンスはあるんですけれども、去年のツールドフランスでも前半マイオジョーヌ来て、そうですね、頑張った選手ですからね。はい、そうですね。去年は10日間ですか、はい、10日間にわたってマイオジョーヌを来続けました。まあ、今年はエースナンバーをつけて戦っているリノでありますが、まあ、ちょっとリノが今抜けた素振りも一瞬見せましたけれども、まあ、あっという間に、ペリーニあたりに競りかけられて、
まあ、このメンバーでいきますと一気に行かなければというところでありますが、さあ ZG の2人が内外離れまして、今度はペリーニが行きます。今度はペリーニの方が行きます。61番のペリーニ。さあしかしそれこれはそれほど、まあ、一気に抜け出そうというような感じの前に出てるだけではありません。前出てるだけですね。そして52番の今度はブリューネルと、まだこの辺は全選手仕掛けどころではないというふうに踏んでいるんでしょうか。 ZG のチームだけが2人含まれているこの5人集団、どこで仕掛けるか。もうこの他の3人の選手はもう自分の考えといいますかね、自分の判断力が全てということになるわけであります。さあ一気にイブマ行くか。ここでアタックをかけていきました。さあこれで残りがあと17キロを切ったところなんですが、ここでアタックをかけていきました。いい感じになりました ね、 これね、ブリューネがちょっと選手が出てくるのをこれ見てるかなって感じで、ブリューネ見てますね、はい、これで一気に間が空いてしまいましたよね。ブリューネはファレシンとキエザの動向を見て、これは追いかけませんね、この3人は追いかけませんね、追いかけませんね、行きましたね、これ決まりましたか、このアタックは。次出るとしたらブリューネあたりがね、はい、足を使ってバーンと前の方を追いかけるような仕草をしてくれないと、これこのまま逃げが決まってしまいそうな感じがします。あーそうですか、さあどうなりますでしょうか。リノが行く、そしてその前にペリーニ、ペリーニとリノ、この2人がなぜボディーのアタックをかけましたが、後続との差がどうやら開いていったようであります。さあそしてこちらは15分後方にいる2番手集団、前の方アタックをかけておりますが、この2番手集団の方から飛び出してこようというペースを上げようという気配は今のところ見られません。さあこの2人のアタックはこのままどうやら成功するんでしょうか。後続の方ではブリーネルがややその後ろの2人の動向を見ているような形になってしまいましたが、リノとそしてペリーニが抜け出しました。リノとペリーニが抜け出しました。ファレシンは追いませんからね。ファレシンは追わない、まあ、当然ペリーニが前にいますから、自分から追おうというようなことはしないと思いますね、はい。さあブリューネルのこの後方での福井さん、考え方というのはどういう考え方なんですか。いや考え方で言いますか、もう全く今ミスしてしまったっていうことですよね。本当は行きたかったのに行けなくなってしまった、これでこの2人逃がしてしまったっていうことは、ちょっと今後ろの方を見ましてもね、もう遥か彼方のになってしまったんですよね、決まりましたね、これを実用、はい、キエザと2人で取り戻すっていうのはちょっと不可能に近いと思うんですよ。あそうですか、ということは、今残っている3人は ZG のファレシンと、彼らのキエザ、オンセのブリーネルと、まあ、ZG のファレシンは今中野さんもおっしゃいましたが、ペリニのためにもうこれはとてもペースは絶対上げないと。そうですね、あの5人でゴールしてゴール勝負というよりも、はい、この2人が逃げた方が、結局チームのためにも上位に食い込める確率高いですから、はいはい、でこの逃げを成功させた方がいいわけですから、後ろの方でこの後の2人ですね、はい、キエザとブリーネルが先に出ようとしても、わざとそのリズムを崩してしまうような動きをしたりとかですね、あと仮にそれが無理だったとしても集団の後ろで突きっぱなし、はい、で、追いかけるためには足を使わないという形になりますので、ね、はい、これいい感じで踏んでますもんね、最初 の、 あのこの2人が。そうですね、さあこの2人が完璧にアタックを決めました。しかし中野さん、こんな綺麗に、ね、やっぱ決まるものなんですね。そうですね、ちょっとしたやっぱ油断でしょうね、そう今日疲れた形になってしまったブリューネル、ブリューネルとすれば、まあ、同じ、ZG のチームではない方のキエザとうまく組んでこの2人を追いかけたいところでありますが、それがうまくいくかどうか。ジャンカルロ・ペリーニ、去年のツール総合8位のこの ZG のエースナンバー61番をつけています、ペリーニ、そしてその後ろからパスカル・リノであります。両チームのエース格の41番、61番というエースナンバーをつけました、この2人が抜け出しました。ベスチナのパスカル・リノ、そして ZG のペリーニであります。さあこのところはペリーニが出ています。さあ後ろの後ろとはかなり差がつきました。さあ寄っていきますが、このカメラでこれだけ寄ってようやくこのサイズということになりますんでね、かなりの差がついております。さあこのままこの2人の逃げがどうやら成功しそうであります。41番のパスカル・リノ、去年のツールでは大活躍、10日間にわたってマリオ城の来たパスカル・リノでありますが、 RMO からフェスティナへ、今年はエースナンバーをつけているこのパスカル・リノであります。これはもうこの2人はですね、中野さん、リノとそしてペリーニがこれはやっぱり入れ替わり立ち替わり、はい、このぐらいの差がつけばということになりますか。そうですね、もうこの2人で、先頭交代を繰り返していって、はい、まあ、最後に、ゴール勝負と、はい、いうのを2人とも目指していると思いますね。そうでしょうね、はい、はい、
完璧に後方に遅れたブリューネル、もうこれはどうしようもないでしょうか。ピエザと組んで動いていくことはできないんでしょうか。パレシン、ZG のパレシンがじっとこの3人を抑える役に回っています。同じ ZG のペリーニが先頭、この2人のうちの後方、腰がパスカルリノ、フェスティナのパスカルリノが現在先頭41番、現在後方の残された3人と10秒差ということですね。そうです、はい、さあ残された3人からとは10秒差ということになります。さあパスカルリノ、そしてペリーニの逃げが決まりました。10秒の差をつけています。今度は61番のペリーニが出ました。今度はペリーニが出ます。ちょっと後ろの状況が気になりますよね。気になりますね。どういう形になっておりますでしょうか。ブリューネルは動けないんでしょうか。ちょっと後ろを振り返ったパスカルリノ、ブリューネル動けないか、キエザと組むことはできないか、パレシンが押さえつけているのか。さあ後ろの給水ポット頭からかぶります。さあペリーニとそしてパスカルリノ、このランデブー走行で残り10キロを今切りました。残り10キロを切っていきました。もうあとはほとんど平坦です、ほとんど平坦です。後方の3人が見えなくなってきました。先ほどで10秒差、そしてその後ろには大集団、その大集団の中におそらくスプリンターたち、上位陣、アドブジャッパフ、あるいはジャラベール、こういったところがいるわけでありますが、さあどうか。この2人の逃げが完全に決まりました。61番のペリーニ、今日は一旦パンクというアクシデントもありましたけれども、ほとんどその影響なく集団の中で、常に先行集団の中でレースをしておりました。そして41番のリノがまた取って代わって先頭交代。この2人のペースが依然として上がったままゴールを迎えようとしています。ちょっと中野さん、後ろのブリューネル、ちょっと情報は分かりませんけれども、はい、今の状態これ見てますとほとんどこれ追いかけられませんね。そうですね、まあでも追ってはいると思いますけどね、なかなかこれだけ空きますと、まあ、後ろも2人ですし、はい、この2人はもう完全に逃げる気でやってますからね、はいはい、追いつくのはちょっと難しいかなと思いますね。そうですか、はい、時々後ろ見てますんで ね、 見てますね。それがちょっと気になるところですよね。まだ見えるんでしょうかね。まだ視界が入ってるっていうことですから、そこでどのぐらい後ろが踏んできているのかっていうところが気になるんですけれども、はい、インター映像ではまだちょっとよくわかりませんが、これで前に出てきて後ろを取ってくれますでしょうか。さあ後方パスカルリノが見ている後方はどうか。んちょっとこのサポーター見えませんが、どうでしょう。今最初に見た感じではちょっと見えたのは見えたんですが、かなりかすんでますね、まあ、もうね距離はちょっとわからないですね、かなり差が開いてきているのかもしれません。ペリーニとリノの逃げがうまく決まりました。今秒数が19秒空いてるというふうに情報入りましたか、はい、はい。先ほどは10秒でしたが今度は19秒になりました。この2人が一気にペースを上げて後方3人との差を開いていきます。ジャンカルロ・ペリーニであります。イタリア人、昨年のツールは総合8位でありました。33歳、今年34歳になる選手であります。もうかなりのベテランの域に達している ZG のエースであります。そしてその後ろがパスカル・リノであります。パスカル・リノはまだ26歳、パスカル・リノは26歳のエースであります。フェスティナ、もうフェスティナはティエリー・マリーが、昨日のステージで消え、スティーブン・ルークスが消え、ジャンポール・バン・ポッペルが消え、長野さん非常にねいわゆる有力どころというのが消えてますよね、フェスティナはね、はい。まあ、こうなるとやはりこういうステージの一発狙いっていうね、はい、そういう形になると思いますね。もう完全にフェスティナチームとしても、フィーさん、はい、パスカルリノに託す気持ちというのは大きいでしょうね。そうですね、それとチームだけではなくこの見ている側としましても、やっぱりこれでもしかすると初のフランス人の優勝ということになるからね、はい、そうですよね、それにかける期待もちょっと大きいと思いますよ。今フランス人のね、そうですね、皆さんはねこのところ、まあ、昨日がですね上位にフランス人が来たとはいえ、中野さん結局4位5位6位という ね、 そ, うですね、その辺りなんですよね、優勝がまだありませんからね、はい、まあ、どこでやってるんだみたいな話も ね、 本当ですね、出てますね。時を貸して母屋を取られるというねそんな形になっているわけですが、35秒にまで開きました。ぐんぐん差が開いていきます。この2人が完璧にアタックを決めて後続との差を35秒差になりました。後方との差は35秒であります。パスカルリのフランス人であります。一方のジャンカルロ・ペリーニはイタリア人。おそらくこれを見ているフランス国民の皆さんはこのパスカルリノに対して大声援を送っているのではないかと思います。ゴール地点はまあカタルニャ地方という、ね、雰囲気はありますけれども、はい、もうもちろんフランスですから、もちろんこの国民の
ほとんどはこのパスカルビノに対するこの集まっているファンの皆さんもおそらくパスカルビノに対する声援を送るでしょう。このままどうやら2人のスプリント勝負になりますか。2人だけの勝負にどうやらなりそうであります。後方のその差は30秒差、大きな差になりました。その2人のアタックが完璧に決まりました。さあパスカルビノのそばにサポートカーがつきました。フェスティナ、これルセル監督なんでしょうか。このフェスティナのサポートカーがつきまして、何事かこのパスカルリノに策を授けたか。これは後続との差あたりの話もあるでしょうし、そうですね、これからの作戦という面もあるんでしょうね。どういった感じで踏んでいけばいいかとか、後ろがどのぐらいのペースで追いかけてきてるとか、その辺のところの指示をと情報を与えてると思います。そうでしょうね。先頭集団には後続との差を知らせる、オフィシャルもいるんですけれども、これだけ急に開いてきますとね、そうですね、そうは簡単には情報が行き届きませんから。今もあっという間に30秒ぐらいまで開きましたんでね、そのあたりの情報がおそらくこのリノに入ったんでしょう。さあ頭から水をかぶって最後の一踏ん張り、パスカルリノかあるいはペリーニか。40秒差になりました。どんどん開いていきます。リノとペリーニ、リノとペリーニのどうやら最後の中野さん、いい勝負が期待できそうですね、両チームのエースの、ね、どんな形になるか。この2人であればこの最後のゴール、このおそらく 6,7 メートルという幅だと思いますが、この最後のゴール地点は文句なしの場になります。さあこちらの方も61番のペリーニの方もどうやら頭から水をかぶってちょっと2人で話をしながら、よしこのまま2人で行こうじゃないかというそういう状況になっております。もうすでに残り6キロを切りました。最後のスプリント勝負になることは、この2人の勝負になることはおそらく間違いないと思いますが、さあまた少しペースを上げました。またペースを少し上げた41番のパスカル・リノ、その後ろからイタリア人ジャンカルロ・ペリーニであります。後方のブリュイネル、キエーザ、パレシン、この3人の選手は全く映像としては映らなくなりました。完全に後方に下がってしまいました。パスカル・リノ、ジャンカルロ・ペリーニ、この2人だけを映像は追っています。後方を見つめるリノ、後方を見つめるリノ、パスカル・リノがさあステージ初優勝ということになるんでありましょうか。なんか急にちょっと後ろ気にし始めました ね、 しましたね。こんなことやってる場合ではないんですか、どうなんでしょうか。やっぱりね、もうゴール近くだったんで、ゴール勝負やるのにね、自分のペースを作ろうかっていうので、後ろの確認したんじゃないですかね。あ、そうですかね。後ろとの差がそんなに極端に開いてないですからね、こんなことやってる場合ではないんですけどね、リノの頭の中にはどういったことが今動いているんでしょうか。もう後方はおそらく見えない状況になっていると思います。さあ ZG のペリーニです。後ろは ZG のペリーニ、残り5キロになりました。残り5キロになりました。エスティナのパスカル・リノか、それとも ZG ジャンカルロ・ペリーニか。これ完全にさっきに比べると積極的に踏むのをやめてしまってますね。やめてます、落としましたね。これは何なんでしょうか。どうしたんだという、追いついてしまったっていうことなんでしょうかね。それとも相手の例えばペリーニの方が同じように先頭交代の分担をやってくれないとか、その辺でこう揉めてるんでしょうかね。どうなんでしょうね。今後ろの方を見ながらどうしたんだというようなね、よくわからないですね。わからないですね。これ何なんでしょうか。ペリーニもリノもあまりペースを上げないで後ろを見つめています。これはどういうことなのか。初めてのステージ優勝がこの2人にはかかっています。その後ろブリューネル、ファレシン、キエーザ、この3人の動向を見つめているんでしょうか。福井さん、今の目線を見ますとね、やはりどう見ても後続を見つめてますよね。そうですね。ということは一時開き始めていた差がまた縮まってしまったってことですね。どうなんでしょうか。我々の声がカメラに届けばもちろん後ろに振ってもらえるんでしょうが、残念ながらインターナショナル映像でお送りしているツールドフランスであります。さあしかし逆に言いますと、こうやって後ろを振らないということは後ろには来てないんじゃないかなという気もするんですけれども、どういうことですかね。それにしてもあまりにもちょっと後ろを気にしすぎるこの2人、32秒、ご覧のように32秒あります、はい、とてもじゃないですけど後ろを気にするような秒数ではありません。これは当然詰まってきますね、こういうペースで来てればね。そうですよね。先ほどの3人が追いついてくるという可能性も考えられますが、さあどうなっているんでしょうか。この2人の考え方、ちょっとこれは福井さんにも中野さんにも予想のつかない、想像できない、なんか確認をしたがってるみたいに見えますよね。それが何のための確認なのか、はい、ちょっとわからないですね。どういうちょっと不可解な行動になりますが、この2人の逃げ、あの逃げた時のあの
ペース、そして一気にリードを開いていった時のあのペダリング、あの時とは全く違う今はペースでこの2人が進んでいます。とりあえずまた組み始めたみたいですね、はい、さあどうでしょうか。ここ何十秒かは後ろはあまり見てないようですけれども、さあこれはカメラが捉えて20秒差、やはり縮まってきてますよね。詰まってきてますね。20秒、パスカロリノ何を考えているんでしょうか。このままいけば自ら初のステージ優勝ということも十分考えられるんですが、さあ変わって上がっていく ZG ペリーニ、このペリーニも勝てば初優勝。さあこの2人が一気にペースを上げていってしかるべきでありますが、また20秒差まで縮まってまいりました。再び20秒差まで縮まってきています。でもスピードをどんどん上げ始めましたね。またさあまた残りキロ数が表示されますが、残り3キロになりました。さあペルピニャンの街がご覧のように左前方に広がってまいりました。ペルピニャンの街が広がってまいります。さあ最後の勝負になるぞ。まもなく最後の勝負になります。224キロ戦いの果てはこの2人の勝負にどうやらなりそうであります。しかし後続が20秒差、どうでしょうか。この20秒、このペースで20秒あるいは届くか。タイムが少ないですからね、このタイム差でしたら本当に最後1キロぐらいまでは協力して、踏んでいかないと後ろからどんどん追いつかれてしまいますよね、どうなりますでしょうね。ちょっとこの後続の映像が17秒、また縮まりました。また3秒縮まった。どんどん縮まってきています。これでは5人の勝負になるということになりますが、さあこれはこの5人の勝負で OK とこういうふうにリノとペリーニが考えているとしか思えませんが、いやそれはないと思うんですけど、それ以外に何か理由が、はい、ちょっとこのコメンタリーブースの中ではその理由がどうも判断できないんでありますが、残り2キロであります。残り2キロです。さあ後続が17秒差、あと2キロ、どうでしょうか。この2人の勝負になるのか、それとも5人の勝負になるんでしょうか。 ZG のペリーニ、そしてフェスタのパスカルリノであります。いよいよファンの沿道を埋め尽くしているファンの姿が多くなってまいりました。多くなってまいりました。さあそして後続はまだ依然として17秒差のまま、まだ17秒差のまま後ろをまた振り返った。また後ろを振り返ります。あ、15秒差になりました。本来ならまだまだそんな後ろ見なくてもいいんですけどね、どうなっているんでしょうか。さあ後ろを見つめている。これはもう追いつかれてもしょうがないかなというような状況になっているんでしょうか。もうおそらく後ろの集団の姿は大きくこの2人の目には映っているんじゃないかと思いますが、こちらが追いかける3人です。64番 ZG パレシンが一番後ろでした。当然キエザ、ブリューネル、こちらの方はペースを上げて前を追います。 ZG のパレシンはどちらかというとペリーに取らせてやりたい。さああと1キロですね。あと1キロの勝負になりました。さああと1キロの勝負になりました。224キロ、あと1キロ、まだ全く分かりません。どういう状況のゴールスプリントになるのか全く予想がつきません。後ろを振り返るペリーニ、さあそしてパレシンが行きます。そして41番のリノ・ペリーニ、こちらは先頭です。なんかリノは今一つ切らない感じで踏み出して、そうですね、変ですね、まだペリーニの方が踏み出しをかけるとスピード上げますからね。あ、そうですか。これはリノがこんな踏み方でやってるともう時間の問題で吸収されてしまいますからね。そうですか。これはリノが良くないですね、このペダリング。はい、はい、あまり良くないという判断でありますが、残り10秒は10秒になってしまいました。さああと10秒です。さああと10秒、しかしゴール地点はもうすぐです。ゴール地点はもうすぐです。どうしたんでしょうね。ゴール地点、さあ2人、 ZG まだペリニア見ている。もうこれは2人の勝負、これはもうどう考えても2人の勝負になります。10秒差、後続もどうか差を詰めてこられるか、差を詰めてこられるんでしょうか。また ZG のどうやらパラシンが前に出たようでありますが、さあ最後の勝負になります。最後の勝負になります。バスカウリの先頭に立った。バスカウリの先頭に立った。後ろにペリーニ、後ろにペリーニ。さあペリーニは後ろでじっと我慢して最後に出てくる作戦か。カタルニアの旗が揺れています。カタルニアの旗が揺れている。まもなくゴール、どちらだどちらだ。リノか、リノか、ペリーニか、リノか、ペリーニか、どうか。リノ取ったか、リノが取ったか。バスカウリのか、ペリーニか、2人並んでゴールイン。さあそしてその後ろからはキエザ、そしてパレシンであります。キエザか、ブリーネルか、キエザか、ブリーネルかというところ。ブリーネルですね。
ードがちょっと出たかな、リノが出ていればフランス人ステージ今年の初優勝ということになるんでありますが、これは写真判定を待たなければいけませんが、わずかにリノ優勢とお伝えしたいと思います。あ、やはりリノが出ています。やはりリノが、長野さん、これわずかですが出てますね。そうですね、これこそ本当にスプリントみたいなね、本当に、220キロ走ってきて本当に2分の1にありませんからね、本当に、際どい勝負でしたね。さあ、もう一回ちょっと最後のゴールシーンを見てみましょうか。パスカル・リノがここで出ました。そして長野さん、最後までね、はい、ペリーには追い出しを我慢して、そしてギリギリのところで出てきて勝負に持ってきたんですかね。最後ですね、まあ、やはりこの辺はリノの方がですね、はい、やはりピストをやってたということで、多少スピードに一律の長があったということじゃないですかね。フランス人これ嬉しいですね、フィさん。そうですね、やっとここに来てツールドフランスでフランスの選手が勝てたということですからね。はい、最後の何かこの歯を食いしばって懸命にペダリングを続けるパスカル・リノの姿、よく持ちましたよね。よく持ちましたね。何か途中最後の方を見てますと、同点はもしかしたら苦しいんじゃないか、そんな表情が見て取れたんでありますが、最後の最後、本当十数センチだと思いますが、フランス人の意地といいますか、地元フランス人の何か誇り意地が最後の十何センチを守りきったという、そんな感じがします。このパスカル・リノの表情がその全てを何か物語っているような気がいたします。まあ、このためにですね、はい、途中牽制したのならば、多少は話は分かるんですかね。最後の力を振り絞るためのもしかしたらペースダウンだったのかもしれません。見てますよ、ちょっとドア過ぎてるですね。なるほどね、はい。さあ、後続の大集団が間もなくゴールに入ってまいります。残り2キロを既に切りました。さあ、前方に出ています。ランプレのこのジャージの後ろにはどうでしょう、アブドジャパノフもそろそろ出てきているでしょうか。そうですね、これ昨日の、テレコムと反対ですね。昨日はテレコムがこうやってずっと引っ張っておりまして、最後ルードビッヒを前に行かせたということでありましたが、残り1キロを切りました。残り1キロを切りました。先ほどまで前の方にいました黄色いジャージ、マイオジョール、リゲール、インディラインはそろそろこの辺りで後ろに下がっていきます。まあ、大きな落車に見舞われてますからね。まあ、ゴール勝負になりましたから、はい、まあ、ランプレの選手が前の方にいますし、はい、アブドジャパロフもちゃんと、5、6番手についてますね。モトローラもフィーさん、はい、前の方来てますね。来てますね、左の方から出てるテレコム、あ、テレコムも来てますね。これはルードビッヒを引いてきているんでしょうか。さあ、とにかくランプレはもう残り5人しかいませんから、あ、真ん中の方にグリーンのジャージが見えますが、これがアブドジャパロフであります。アブドジャパロフの選手はもう前の方に2人ぐらいしかいませんでした。さあ、ランプレの選手がまだ引っ張っている、まだ引っ張っている。アブドジャパノフはどこから持ち出してくるか、最後のスプリント勝負になってきている。さあ、そしてどうか、アブドジャパノフはどうやらこう、一番外ですね、一番外。内側入ってきた。さあ、アブドジャパノフ先頭に立っている。アブドジャパノフ先頭に立っている。アブドジャパノフ、なんとかここでマイオメールを直ります。アブドジャパノフがこの中で、この集団の中ではどうやら飛んでゴール。そしてミゲール・インディラインも今、ゴールラインを通過いたしました。最後はやはりアブドジャパノフのスプリント力が行きました。さすがですね、やはり最後ね、そうですね、やっぱりスプリンターですね、そこは。はい、はい、福井さん、ランプレも随分人は少ないんですが、最後までアブドジャパノフを引っ張ってる選手もいましたね。そうですね、うまく持ってきましたね。はい、そしてどこに行ったのかと思ったら、画面一番左側にグリーンのジャージが姿を映しておりました。さあ、そしてこれが先ほどのパスカル・リノの最後のゴールの瞬間、本当に中野さん、はい、パスカル・リノに拍手を送りたいですね。ステージ、ね、これが初優勝というふうになります、はい、パスカル・リノ。まあ、特にね、今年フランスの選手が調子悪いだけに、はい、まあ、非常に、嬉しいんじゃないですかね。はい、さあ、総合の結果はもちろん、大集団で入りましたので、差はもちろん変わりません、はい、このままでピレネーへと向かうということになります。そうですね、今日は1日、はい、まあ、明日からの、まあ、ピレネーに、体力を温存したっていうのが、まあ、上位陣のですね、形じゃないですかね。福井さんにもパスカル・リノ今ねすごいいい表情を打ってますから、リノに対する言葉聞きましょうか。ね、まあ、本当によく今日走ったと思います。最後ちょっとヒヤヒヤしましたけどね。そうですね、今の動きは今ちょっとどういうわけか分からないです、はい、まあ、彼も逃げてからもね、レッセルから来ましたからね、はい、心強かったと思います。アマチュア時代からずっと同じ一緒に走ってきた人ですから、そうですね、
さあ明日へ向けてなんですが、どんな戦いを中野さん最後に。そうですね、やはりもう三角に入りますんで、はい、まあ、この辺りでギャプッチ、ロビンゲルあたりにですね、はい、思い切ってアタックしてもらって、まあ、インデラインの慌てる姿をちょっと見せていただきたいなというのはやっぱり見てる側としては希望ですよね。面白いですよね。はい、ないですね。さあそれでは、ゴール大集団が通り過ぎました。このフェルティニャンからそろそろお別れしたいと思います。さあ明日はいよいよピレネです。